西尾選手で、やっぱりあの、先輩、瀬古歩がね、すでにもう行ってますから、スイスの。それこそ瀬古選手は高卒3年目終わったところで行きました。ってなってくると、西尾くんも全くその流れ通る可能性はあるしかも今年のセレッソはね、歴代最高の成績を残す可能性があるチームなので、そのチームの今キャプテンやってますから、いろんなものを残していく可能性はあるよね。なるほど。